オーリオチャンネル。はい、どうも、オーリオーリオチャンネルです。今日は算数のどちらが多いかをやってみたいと思います。これはこの間、教科書でやったことなので、みんなもわかるよね。じゃあ、始めてみます。ここに三角っぽい容器と柱みたいな容器が2つあります。どちらが多い量を入れられでしょうか？高さは同じだよ。ちょっと作るときに微妙にずれたけど、許してね。これはすぐわかるよね。そう、柱みたいな方がいっぱい入りそうだよね。じゃあどのぐらい入るかな？次の中から選んでね。柱っぽい容器の方は三角の容器に比べてちょっとだけ多く入る。 B、 柱っぽい容器の方が三角の容器で2杯入る。 C、 柱っぽい容器の方が三角の容器で2杯ちょっと入る。 D、 柱っぽい容器の方が三角の容器で3倍入る。さあどれかな？じゃあ答えをパパかママに伝えよう。伝えられたかな？じゃあ早速やってみよう。ということで砂場にやってきました。みんなも知ってると思うけど、教科書では水で量を測っていたんだけど、容器を紙で作ったせいで砂で測ることにしました。では、一杯目の準備をしていきます。こんな感じで三角形の容器の方に砂を入れていきます。ちょっと入れにくいので、パパに手伝ってもらいました。まずこれは入るでしょう、と思っていますが、さてどうかな？おお、入りましたね。まだまだ余裕ですね。では2杯目です。さっきと同じ感じで入れていきます。ちょっと画面がずれてしまいましたね。パパに撮ってもらったんだけど、ごめんね。後できつく言っておきます。大きな石もあったので撮ってもらいました。ここでもできるだけいっぱいにしていきます。では、2杯目を入れていきます。さあ、今回はどうかな？入るかな？おお、結構入りましたね。トントンするとまだ余裕がありそうですね。ということで、3杯目もやってみたいと思います。おお、入りましたね。またちょっとこぼれたけど。結果は D でした。どう？合ってたかな？これがわかると、ちょっと面白いことがわかります。こういう三角っぽい容器、よくおしゃれなところに行くと飲むよね。でもこれって量が少ないかもしれないんだ。僕はガムガム飲みたいので、柱みたいな容器がいいなって思います。こんな感じで、生活の中にもいっぱい使えるので、身近なものを見てみよう。じゃあねー。